なんかあれ見せたっけ、うちの家にあるさ、すんげえ明るいパステル、パステルパープルのガウン、うん、全然知らないけどあのね、全部が強烈すぎて感じそう、あの色が嫌いすぎるんだけど、なんでまだ撮ってるの？あのなんかふわふわで気持ちいいから、なんか透明のが洗濯する時に着るんだけどね。ああ、じゃあいい。そうそうそう、素材感はいいんだ。そうだから、この間ももちゃん泊まりに来た時さ、なんかもうちょっと寒かったらももちゃんに貸そうかと思って、やめてでそれもさ、なんかあの前の職場のなんかあのクリスマスパーティーで、そのまあ飲食店だったんだけど、なんかそのうちが働いてるレストランと、まあ他の系列店、なんか別のなんか種類違ういろんな飲食店があってさ、そこのまあ会社合同のクリスマス会みたいなのがあって、で事前にその誰から誰へみたいな決まってんだ。そう、決まってんの。でだからその人に合わせたプレゼントを考えて持っていく、そうっていう企画があって。買ってもいいんだね、もちろん。そう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 、で交換ではないのよ。あ、そっかそっか。自分のあげる人だけが決まってる。なるほど。そう、それで、まあ、うちは誰か男の人だったと思うんだけど、そのうちにプレゼントくれた子がうちの同い年か2個下ぐらいの女の子で、その子がくれたの、そのガウンを。編んでくれたわけではない、買ったの。買ったの。ああ、よかった。で、もう一個くれた、もう一個くれたのが星条旗柄のタオル、結構でかめ、大判のバスタオル。自然になくなってるね。自然になくなってる。まだあるかもしれない、どっかに。わかんないけど。だから欲しきらなさたのかな。コントにしか使えないもんね、星条旗柄のタオルって。どういうイメージなんだろうと思ってもらった時に。アメリカに近いってことかな。そう。しかもさ、全然似合わない紫だよ。似合わなくないうちにそう。いや、そんなことはない、それは。本当？うん。なかなかドラッグクイーンバレになってる。パステルよ。パステルです。わかるわかる。パステルよ。あの、なんか、珍しい鳥みたいな感じになりそう。別に似合ってないことないから、鳥みたいな感じ。いやだからね、そのなんか人が考えてくれたプレゼントのなんか自分の好みとの合わなさにちょっと驚愕した、その時。あ、こうなのみたいな。あ、でもそうだよ。うん。こうしてほしいって思う気持ちもあるじゃん。例えば何々が欲しい。うん。で何々をしてあげたい。うん、これはなかなか難しいよね。なかなかね。そう。で一回さ、そう、ちょうどたまたまうち誕生日の日にご飯行きましょうって約束してた知り合いの人がいて、うん、すんごいおしゃれな人なのよ。すんごいおしゃれ、美人でセンスが良くて、なんでもっていう人とご飯に行った時に、花束買ってきてくれてて。何で、その陽子さんをイメージして、なんか花屋に寄ってきて、なんかそう、花ちょっと束作ってもらいましたみたいな。うちその時花瓶とか持ってなかったから1週間で買ったんだけどさ、そう、まあ、そう持ってきてくれて、でそれと一緒にシャネルの口紅もくれたの。ほう、すごくない？うん、すごい。そのこれだけ聞くとさ、すんげえセンスいいじゃん。やべえ、半端ねえっつって、かっこ、この話にはオチがつきます。振りが来てるね、うん、そう。しかもその一緒に行った飲食店で、うちにそこに行ったの2回目ぐらいかな。でまあ一応顔なじみだったんだけど、その店員さんとかも、うちがトイレ行ってる間に、なんかそう、陽子さんが誕生日なんですと、うん、であのデザートプレートまで用意してくれて、うん、誕生日完璧だね。完璧でしょ。デートとしては完璧だね。マジこの人が男の人だ。完璧完璧で、そのまあ口紅くれたんだけど、あのね、すんげえ薄いピンクで、はあ、すんげえ薄いピンクで、はあ、そう、なんか陽子さんはこういうピンクが似合うと思ってみたいな。へえ、すんごい薄いピンクなのよ。でも当時の、あ、例えばブルーピンク系ってこと？白っぽいピンク？いや、ピンク。すんげーピンク。なんか、なんていうの、うち唇のがもともとそんなに厚くなくて、さらに色素も薄いから、うん、薄い色塗ると唇がなくなるの。へー、そういう感じの色なのよ。もう元の色のに近いような色で、なんか、陽子さんこれ絶対似合うと思ってって言われて、これかって思って。花は嬉しかった。花は嬉しかった。完璧、まあほぼほぼ完璧じゃない？そう。でもさ、シャネルだったらまあ誰かにあげることもできるよね、ワンちゃん。まあ塗ったけどね。まあそうだよね。塗ったけどさ、そうそうそう。そっか。まだ。まあイメージなんだろうね。イ
メージ、まだ若かっただろうし、ねえ、ちょっと唇がいなくなっちゃうの、どこ行ってたのみたいな。ほらでもそれはがっかりだったけど、基本もうほぼほぼピースはもう完璧のピースだよね、うん、そうそうそう、なんか嫌じゃないサプライズだし、うん、まあね、さりげなくやってくれてるし、そう、ほぼほぼ完璧だったね、うん、まだいい、いいエピソードだね、まだいいエピソード、うん、そうそうそう、まだいいエピソードでもちょっと羨ましいもんね、うん、そう、嬉しかったけど、なんかあこの色最高、すごい、なんか自分にも、なんか自分のスタイルにも合ってるしっていうのじゃなかったのがちょっと残念。そうだね、うん、うん、もう一歩エピソードぐらいだね、もう一歩エピソード、もう一歩だね、うん、誕生日であんまりね、いいものもらわなくてさ、うん、うん、なんかもらってきそうだけどね、アパレルとかで働いてたりとかしたりしか、あ、衣装か、うん、誕生日ね、あんまりない、なんかまあ、一番ひどかったのは、うん、あのそのまた別の飲食店で働いてた時の、うん、まあ、その時仲良くしてた同僚、うん、3人ぐらいこう家に招待して、あ、その時なんかうちの誕生日パーティーっていう名目でもなかったけど、誕生日が近かったからみんな用意してくれてたの、あの誕生日プレゼント、うん、で、うん、そうそうそう、嬉しいじゃん、嬉しいね、でそのうちの一人が、うん、こう誕生日さ、節分じゃんか、2月3日で、そう、節分だからっつって豆だけ、豆だけだけ、鬼の面とかついてるやつ、そう、あの本当になんていうの、保育園とかで、あの外に向かって投げた豆、あ、安い感じの、そう、こういうあのミニパックよ、マジで、そう、ドンキとかであるような豆他の2人は、他の2人もうね、そのインパクトが強すぎてさ忘れちゃって何もらったか、それを持ってくるってよっぽどだね、そう、やばいよね、うん、豆だよ、うん、なんかなんていうの、節分だからって、そう、節分だからって至るその安易な発想がね、むかつくよね、別に節分だからヨコちゃん産んだわけじゃないしね、お子さんもね、そうそう、2月2日だったら何くれたんだって話だよね2月4日でもいいけどね、3日ならじゃあみたいな、なんかあやばくない、やばい、まださ、うちのこと分かんないんだったらさ、なんか豆つながりでなんか美味しい醤油ですとかさ、豆腐、美味しい、めちゃめちゃ美味しい豆腐です、そう、美味しい豆腐です、くれるのがまだいいね、まだいいじゃん、うん、小学生以下のレベルの発想力で止まってるもんね、やばいよね、2月3日まで進む豆じゃあ豆です、ついね考えてないプレゼントだね、やばいよね、なんなら座布団1枚ぐらいに持ってるっす絶対持ってる、よく顔こばらなかったね、その時ねえ、分かってたかな、多分ね、多分いらねえとは言ったかもしれないけど、なんか多分真に受けられてないかもね、ああ、豆ですかって言った気はする、豆ですかって言っちゃうね、言うでしょ、ね、言うでしょ、よくあの時笑顔作れたなって思うよ、うん、偉い、え、大人だったのね、大人だった、いや、ちょっとっつって、なんで豆なんですかって言った気がする、節分だから、節分だから、うん、何のひねりもない、うん、何のひねりもない、全然祝ってない、全然祝ってないよね、ただの節分の日だもん、そう、きついな、きついわ